はい、どうも皆さんこんばんは、サイテマンです。スーパーマリオオデッセイやっていきましょう。パート3ですね。アッチーニャ遺跡の探索からいきたいと思います。俺これマリオオデッセイやってて、多分あるあるかなと思うんですけど、僕スプラトゥーンやってるじゃないですか。ジャイロやっちゃうんですよね。これジャイロやっちゃうんですよ、この、左向きたかって、もうこうしたいっていう場合に、あとこれもちょっと感度がちょっと低いんですけどね、これ。こうしたい時に、俺こう、右向けちゃうんですよ。それちょっとなんかね、俺、スプラトゥーンあるあるやってんなっていう感じしてます。よし、行こう。アッチーニャ遺跡の攻略からです。キラーですね、定番の、キラーですね、定番の、相手です。余裕です。うわ、これ追跡すんじゃん。うまっ。マジか。追跡すんじゃん。ちょっと待って待って待って。怖い怖い怖い。うわ、もう。怖っ。キラー。おぉ、危ねえ。よしよしよし。コインね、これお金っていう概念なんでね。取っていきたい。昔のマリオとかだったら、100コイン集めて1機アップ程度だったんで、昔のマリオって簡単なんで死なないじゃないですか。だから必要なかったんですけど、このゲームに関して言えば OK、 このゲームに関して言えばお金っていう概念なんでね、ぜひとも入手しておきたい。お、よし、ブーメランで早速入手していく。お、これチェックポイントってことでいいのかな、これ。ん、なんだ、旅のワンポイントアドバイス。ヒップドロップ。あ、知ってます、知ってます。操作方法はね、前回ある程度確認しました。あまりにも色々ありすぎたんでね、全部覚えきったのか、覚えきれてるかどうかわかんないんですけど、とりあえず入手しておく。あ、こっちか。怖いな、砂が消えちゃうってことね。だからタイミングよく行こうぜってことです。いかにもマリオって感じしますね。これ横だったらね、簡単なんすけど、あーほらもう足りない。ちょ、なに、あ、そうだ、砂で上げてくれんだ。ラッキー、ゆとり仕様、割とゆとり仕様になっている。あれ、これ横スクロールだから、ここに、あ、こっちか。横スクロールもね、俺これ懐かしいわ。父さんとの思い出を思い出すよ、これ。昔ね、お父さんと一緒にこうマリオやったんすよ。死ぬわけにはいかんぜ。マリオメーカーとかやってた人はね、なんだよ、割と最近だよって感じするんですけど、俺マリオメーカーやったことないんですよね。だから、マリオメーカーやったことないんで、あ、上か。結構久しぶりなんですよ、このアクションゲームっていうのが。こっちか。おー、この 3D に切り替わる感じ。さすが、平成30、29年か。何これ、え、なんだ、双眼鏡。あ、双眼鏡になれんだ。あっちには塔の上、塔の上にムーンがありますよ。で、あっこにもムーンがあるな。そこにもムーンがあって、とりあえず塔の上目指そうか。とりあえず塔の上行こう。R でリセットと。一個遠くの方にムーンあったね。あれも入手しておきたい。壊していく。あ、なんだ、あるじゃん、目の前に。結構簡単にあるじゃないですか。なんであっこに出たんだよ。なんであっこに出たんだ。ちょっと待って。ちょっと待ってね。どうやって取るんだろう、あれ。あれどうやって取るんだろう。左から回ってってことなのかな。あ、とりあえず行こう。先行こう。乗って、キラーが怖い。キラーが何気に怖い。よし。危ない危ない。OK。あと、これもできるんですよね。この回転も。これも有効活用していきたい。あ、これもまた横スクロール系。サボテンあるから行けないとして、こっちから行こう。いやー、このマリオのこのワクワク感、
あ、これと、こうやってろってこと？よし。こっちこっちこっち。で、またこのアクション。歴代のマリオの楽しみも残しているというこのマリオデッセイ。で、これ、初期の方のマリオだったら結構むずいよね、これ。B ダッシュ入れていく。今のね、マリオの時代だったら、Y ダッシュなんですよね。スーパーファミコンあたりから Y ダッシュになってるんですけど、ファミコン世代の人はね、B ダッシュって言うんですよ、これ。Y ボタンがダッシュボタンになっちゃってんすよ！ねえぜ。よし。こんなところで積んでられないんでね。乗り移って、よし。オッケー、到着。ムーン、ゲットです。あ、そうだ、ポケモン発売しましたね。3DS の。やりますみんな、ポケモン。結構悩んでる方いらっしゃるかなと思うんですけど。あ、集めて砂のムーンチップ。あ、チップがいっぱいあるってこと？一苦労になるぜ。集めて砂のムーンチップってことは、集めてこの道作ってけってこと。あ、進むんだ。なんだなんだ。進むんじゃん。よし。ブーメランで、できる限りコイン回収していく。なんだ、なんだ、なんだ、なに。あ、ダミーってことでもないけど、一応かわさないとダメってことか。よし、かわしていく。オッケー、めっちゃコイン手に入ったよ。あれなんだあれ。左のやつ。あ、下にも行くの？乗り移って、これブーメラン当てといて、かわすと。結構うまいっすね、これ。このコインのあれは。ピタゴラスイッチみたいになっていく。うわー、ブーネ、これちょっと怖い。ちょっと怖いよ、今の。ここ結構むずいね。とりあえずブーメランでこれ作動さしといて、次はさらに下か。お、到着したようですよ。あ、こっからムーンチップ集めてけってことか。俺戻ってなんか集めてけってことなのかなと思って。こいつは？お、メガネをかける。どういうこと？なんでメガネかけたら遅くなんの？どういうことよ。メガネかけてる人へのちょっとしたあれじゃないこれ。メガネかけたら遅くなるって何？まあまあいいか。メガネかけると、どうなってる？メガネかけると。外すと？かけると？違いわかんないよ。あ、道が現れるってことか。沼が通れるようになるってことね。こういうことだ。いらないわ。とりあえず降りて、ここ乗れるんで、乗り移っていく。よし。ムーンチップなんで、あ、向こうにもあるな。あれちょっと把握しんどかないと。あ、こっちからか。オッケー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 。こうですね。で、こうで、ムーンチップ獲得と。あと3つ。あと3つどこにあるかってことなんすけど。幸い、ムーンチップは、肉眼で確認できるんで、こっちかな。ここは？ムーンがいるってことか。動かそうと思ったらムーンがいるってことですね、これ。じゃあ、沼の上ってことでもないんで、もうあいつはいらないでしょ、メガネマンは。メガネマンいらないでしょ、もう。上かな。行ってみます。あ、これメガネマンのやつだ。鳥が止まってるでしょ。行けるんですよ。ってことは。簡単だぜ。こんなものは子供騙しですよ。子供しか引っかかりません。まあ、あると分かってしまえば。お、うまい。コインがうまい。このコインを集めるという喜び。うわ、もう、ぐーっと、子供騙し。
子供だまし。これなんだ、氷溶かせってことかな。この足跡どこに向かった？え？足跡？あ、これか。この足跡どこに向かった？急になんか確かに足跡消えてんね。あったあったあった、足跡。この足跡たど、あったあったあった、ムーン。とりあえず3つ目のムーン獲得。だから、まあ、とりあえず上のあのムーン取りに行こうよ。これ多分、メガネかけないと見えないでしょ。とりあえず上のムーンだけ取りに行ってくるか。まあまあこいつで行きゃ早いわ。行きます。あーもう怖、これめっちゃ怖いこれめっちゃ怖くない？これめっちゃ怖いね。こっちです。こうで、あ、ムーン、あっこにムーンありますわ。ってことはこれで全部揃いましたね。ムーン回収。で、あそこにムーンがあるんで、これも、これラストですね。オッケー。で、一つのムーンになって通れるようになったってことか。行ってみましょう。この状態ってジャンプできないんだね。ああ。このモアイも多分、あの、マリオの定番キャラクターの一つでしょ。僕知らないですけど。マリオランドとかに出てきたのかな。はい、2つ目のムーン獲得しました。集めて砂のムーンチップ、あといっぱいあんな。2つ目のムーンというか、もう砂のムーンチップは獲得したってことか。 OK、 逆さピラミッドの対決。ヘルプって思いっきり言ってますね。あ、クッパじゃん。お、もうクッパいるよ。全クリ？もう全クリ？とりあえずこっち行ってみよう。なんか遺跡が開いて、あ、この上だ。行ってみよう。だから、こっちが早いかな。お、誰かいる。よ。逆さピラミッドの様子が変すな。中にあるお宝、結婚指輪はどうなるすな？これは？お宝、一目見たいですな。もう話すことすらできないよ、こいつ。独り言でしかもう喋ってないっていう。なんだ、これ。何？旅のワンポイントアドバイス、転がる。あ、これ知ってます、知ってます。流れるように坂を下る。しゃがみながら Y を押すと、こうでしょ？こうなると回転できるってことですね。お。で、その後ジャンプすると大ジャンプになるってことか。大事な羊が3匹もいなくなって、ここに集めてくれると嬉しいっすな。羊？羊？これか。目の前にいたじゃねえかよ。目の前にいたじゃないですか。自分で行こうぜ。あ、これむずい。なんかゼルダの伝説っぽいね、これ。なんかトワイライトプリンセスで俺これやったような記憶があるよ。こういうことです。こういうことっすな。で、あと、2匹？え？普通に、普通に人間いる。ちょっと待ってよ。普通の人間いるよ。普通の大人いるけど。世界観守ろうや。お客様をお迎えに上がるはずが、車が動かなくなってしまいました。普通にかわいそうじゃん。これ多分溶かす方法があるんだと思うんですよ。多分ファイヤーかなんかで。あ、ムーン。やった。タクシーの荷物から。あ。あ、荷物の中にムーンがあったってことか。コインも獲得していく。とりあえずじゃあ羊集めてあげようか。向こうにじゃあ誘導していこう。ちょっと強引な方法で誘導していきます。
やこれね、スイッチ持っててオデッセイやってない、俺もちょっとね発売日からかなりやってなかったんですけど、まあ、ドラクエずっとやってたんでドラクエにハマったってのあるんですけど、めっちゃ面白いっすよ。伝わってるかどうかがねすごく不安ではあるんですけど、めっちゃおもろいよ。絶対やった方がいいと思う。もう一匹羊がいるから、あとこの中にもムーンが埋まってんのか。だから絶対ファイヤーみたいな、ファイヤーボールみたいなのが絶対手に入るはずなんですよ。その方法が俺羊じゃないかなって思ってます。ちょっと羊、あと一匹いないね。羊こん中入るか。もう羊でもちょっと探してみますわ。羊、はい、羊見つけました。とりあえずこの羊さんを追い込んで、そっちじゃないそっちじゃない、こっち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 、よし。あ、ムーン獲得っすね。多分これやり込み要素の一つかな、このムーンは。オッケー。じゃあもう早速、ヘルプって言ってる、ピーチ姫がいるところ、行ってみましょう。もうこの人とかも気になるけどね、この大人のおっさん。普通に八頭身とかの、普通、マリオのキャラクターって二頭身とか、なんかそんなん、三頭身とかなんですけど、普通に八頭身の人出てきてる。よし、行こう。この中が、いよいよクッパ城かな。クッパ城。逆さピラミッド内部。はい、逆さピラミッドの内部の中行こうってことなんですけども、一旦じゃあこの辺でこのパート切ります。また次回、ピーチ姫、助けに行けたらなと思います。ということで、お疲れ様でした。ありがとうございました。